それでは次にですね、アース線の接続と、それから、自律運転機能用のケーブルの接続について、ご説明いたします。で、まずですね、自律運転用のケーブルはどこへ接続するかということですが、この液晶ディスプレイの裏側のところに、裏側のところに、その自律運転ケーブル用の、接続口があります。接続部があります。ここに、黒と、それから白っぽいグレーの、端子部分があるんですけれども、ここへ、自律運転ケーブルを接続します。で、この黒には、スイッチへ行くケーブルですね。それからこの薄いグレーのところには、コンセントに行くケーブル、これを、それぞれ1本ずつ、接続するという形になりますけれども、ここへ使用する、自律運転用ケーブルの条件としては、VVF の 1.6mm の2芯になります。VVF の 1.6mm の2芯が2本ここへね接続されるという形です。それからアースなんですけれども、アースはですね、先ほどここに、UOW の AC 接続部があるというお話をしましたけれども、ここのすぐ横にですね、アースターミナルが、ここへついています。で、ここへアースを接続していくんですけれども、やはりアース線も、IV の5.5スケアから8スケアになります。で、ここへの接続のみなんですが、圧着端子上げを行わなければなりません。丸型のリング型の圧着端子で、サイズとしては5.5の6、もしくは、8の6、これをですね、アース線 IV 線の先端に圧着をして、ここのターミナルに接続という形になります。じゃあちょっと、自律運転ケーブルと、アース線ですね、アース線、これの接続をやってみたいと思います。で、やはり先ほどと同じように、このようにね、PFD 管、PFD の22の中に、自律運転ケーブルとアースが、このようにね、収納された状態になっています。では接続をしていきます。まず防水コネクタをね固定いたします。そしたら、アースですね、この緑色の IV 線、これがアースで、先端に、8の6が今圧着された状態になっています。で、ここに接続していくんですけれども、ここにある、このアースを締め込むためのボルトですね、これは、大変5ミリの、六角レンチで、締め込むようなボルトになっております。ではちょっと一回、これが大変5の、レンチですけれども、これで外します。このようにね、今ボルトを外しました。そしたらですね、8の6のリング型の圧着スリ、圧着端子をここへ、今、接続をしてあります。ここへ、今外したボルトを挿して、それからこの、
アースの台座金具ですね、これもここボルトに入れていただいて、でまたここへ取り付けます。で、ここの、締め込みに関してはですね、トルク管理があります、6ニュートン、プラスマイナス 0.3 という、トルク管理がここはあるんですね、ここは、従ってトルクレンチを使用してですね、で6ニュートンプラスマイナス 0.3 の範囲でしっかりと締め付けを行ってください。はい、それから次に、自立運転のケーブル、これの接続に参ります。で、今、ここへですね、先ほど申しましたように黒とそれから、薄いグレーの、端子部分があります。ここへ、接続してまいります。で、黒い方には、VVF の 1.6 ミリの二芯、でこれはスイッチへ行くケーブルになりますね。ちょっとここなんですけれども、ケーブルを差し込む部分のすぐ横にですね、あの四角い、やはりこのようなドライバーを、ね、差し込めるような、小さい穴が開いています。そこへですね、このドライバーの先端を差し込んでいただいて、それで、このようにちょっと横へですね、このドライバーを向けてあげると中のバネがですね、開くような構造になっています。で、その開いたバネの部分にケーブルを挿していくという形ですね、ではちょっと接続をしていきます。それでは、自立運転ケーブルの、今度コンセントへ行く、ケーブル、コンセント側へ行くケーブルを接続していきます、このようにですね、ドライバーの先端を差し込んでいただいて、で、左へ倒すと中のバネが開くので、そこへ、この先端をですね、5ミリ程度、ストリップした、VVF のケーブルを挿していきます。で、開いたバネを、このドライバーを外すことによってまた閉じることができますので、そうすれば、ケーブルがしっかりね、接続された状態になっています。差し込んだら、こうやって自分の手で引っ張ってですね、抜けないことを確認してください、はい、それから次に、もう残りの白いケーブルのですね、このようにドライバーを挿してバネを開いてケーブルを差し込みます。で、奥まで差し入れたらドライバーを外す。で、しっかりケーブルが、接続されていること状態を引っ張って、自分の指で引っ張ってですね、確認をしてください、これがですね、今自立運転ケーブルの VVF の 1.6 ミリの二芯が2本、接続された、状態でございます。